7月12日正午になりました。カルバード国民、いえ大陸全土の皆さん、お待ちかね、スターテイカー計画の発射直前特番のお時間です。いやー、正直あっという間でしたね。予定の前倒しが発表されたのが5日前でしたが、毎日が待ち遠しいというか、まるで子供のようにワクワクしている自分がいましたよ。お気持ちはわかります。私もそうでしたから。さて、史上初の有人ロケット発射まで1時間を切ったわけですが、早速現地の様子を。首都警察サイデン署所属のネイトです。つい先ほどフード姿の怪しい連中がこの辺りに現れたと通報がありまして。それは本当なんです。どう見ても普通じゃない感じで。さっき俺らも見たけど、絶対に人間じゃって来た。うおお、偽りの計画を進める者どもよ、心せよ。民の目をそらし続けても真実は隠し通すことあたわずだ。わかりました。ほら君たち、送っていくからな。おお、頼んだぜ捜査官さん。によるハック実行、警備システムに侵入しました。偽装映像との差し替え完了したぞ。レンちゃんの後輩だけあるわね。さあバンちゃんたち、いけるわよ。
この部屋見覚えがあります。宇宙計画の会見をやっていた場所か。今は人はいねえみてえだな。特に手がかりもなさそうだ。失礼すんぞ。ねえ、さっき地下に連れて行かれたお嬢さんって。ええ、今日お披露目されるっていう。こんなタイミングでどうしたのかしら。ねえ、今の話って。地下に向かったのは間違いなさそうだな。こちらの部屋に保護されている学生ですが、どう考えてもこれは大統領閣下にはお考えがあるのだろう。我々は仕事に徹するのみだ。もしかして。調べる価値ありそうだね。大統領の執務室、どこかにカードキーがあるようだが。さすがに広いな。シャードサーチで調べてみますか。予想通りのタイミングだったわね。ちょっと待って、これで型をつけちゃうから。
じゃないわね。来て、パテル・マテル。了解、メイ。レティとバルターの精神のアカウントを使わせてもらったの。あのシステムなら閉ざされた環境でも裏技を使えばなんとか接続可能だから。ええ、それとドミニクさんもね。みんな助けに来てくれてありがとう。でもあんまり時間はないわ。大統領やキンケイドさんの狙いや目的まではわからないけれど、昨夜おそらく宇宙計画に関わる理由であの子から8つのゲネシスを取り上げたの。オチのロンよ、可愛い後輩のためにもね。うら、ええ、大統領府コントロールセンター、もしかしてこの先に。当然ロックされていますね。何らかの霊的な障壁も備えているようです。チッ、なら私の影で通り抜けるのは難しそうだね。先に他の場所を調べるぞ。侵入成功ね。警報などもないみたい。やれやれ、ようやく道が開けたって感じだね。なんだ、アンブッシュして制圧するつもりはなかったが。キンケイド補佐官から注意されていたが、まさか本当に現れるとは。
うん、全員腕利きさ。だからこそ申し訳ないんだけどね。白金の剣聖二の方つくも颯。バカな、いつの間に背後に。ああ、最初からだよ。朝から待ちくたびれちゃったけど、不意打ちしちゃってごめん。あんまり時間を無駄にできなくてさ。また機会があれば合同訓練とかで尋常に手合わせをお願いするよ。ふざけるな。さてと、それじゃあ降りようか。降りようかじゃねえよ。噂には聞いてたけど、とんでもなさすぎない？さすがにびっくりです。ツッコミどころありすぎだろ。しかも朝から待ってたのかよ。っていうかあんた、イカルガとして大統領府に協力してたんじゃないの？てっきり論来方面の守りを固めているものと思ったが。確かお師匠様もそちらに向かっているのよね。うん、回転の地で改めてリーンとし合ってもよかったんだけど、ユン先生との久々の対面を邪魔するのもどうかなって思ってさ。副長代理を黒金に押しつ、ううん、任せられたし遠慮したってわけ。何より運命の時が迫りつつある中、君たちの方に付き合いたかったんだ。イカルガとしてより、剣聖としてより、裏解決屋の臨時バイトでありたいってね。あなた、シズナ様もでしたか。背景含めて気になりはするが、そこまで見込まれてんなら仕方ねえ。よろしく頼む。それと道すがら知ってることは一通り話してもらうぜ。うん、心得た。あれ、意外と早かったか。いたぞ、ハーキュリーズが。どこから侵入を。陽動もバレたみたいだね。いえ、ここまで稼げたら十分すぎるかと。ええ、それにルネの指示が効いているのかもしれないわ。緊急時の対応マニュアルは奴のお箱だったしな。でも微妙にまずいわね。レンドはともかく数で来られたら。なら残念だけど、私が残って足止めを。その必要はないよ。おい、まさか。 4SPG の依頼料はここへの侵入で返せたと思うけど、最後に足止めくらいはおまけで引き受けてあげるよ。おのれ、絶対に行かせるぞ。ですがあの影は。そもそもあんな子供に発砲しても。私を誰だと思ってるの。いいからとっとと行きなって。あんたたちが行ったら私も離脱させてもらうから。あの人の誕生日会やるんでしょ。わかった、無理はすんじゃねえぞ。どうか気をつけて、ヨルダさん。お誕生日会絶対に参加してくださいね。ミスミス行かせるとは。こうなれば素手で拘束してでも。改めて、結社見喰らう蛇、執行者ナンバー 20B 影ハミ、臨時バイトの延長であなたたちを足止めさせてもらうよ。
それじゃあお前にも宇宙計画の真の狙いまではわからないんだな。うん、私たちが知っているのは真の名前がレーバテイン計画であるということ、そしてエルメス、エミリア少佐と新型 AF エクスキャリバーが鍵を握ることくらいかな。宇宙空間のような無重力下における空間戦で史上最強の戦闘継戦能力を備える意味において、エミリア少佐が新型 AF で今日打ち上げられることは知っていたけど。ああ、帝国の牽制とアームブラスト相手に手合わせまでして仕上げやがったようだが、その戦闘継戦能力を一体どんな相手に使うかですね。 MK 社が運用していた衛星プロメテウス2は大気圏内ギリギリの超低軌道上での運用でした。5月に打ち上げられたプロメテウス4で初めて大気圏外の宇宙空間に到達しましたが、察するにそこから入っている情報は何らかの形で隠蔽いや偽装されているのだな。大統領府と航空宇宙軍が総力を挙げて用意した史上最強の剣を振るう相手の存在について。レーバテイン、おとぎ話にある剣の名前から取ったみたいだけど。エクスキャリバーも同じね。そのような名前をつけてまで対処しなくてはならないほどの何かが宇宙に存在する。エレネイア親方たちはどこまで、うん、状況とスペックしか知らないのか。全ての概要を知っている技術者はヤンニークロンカイト教授ただ一人。うん、そうみたいだね。それと一応君のおばあちゃんもじゃない、いろいろと反則な方法で動いていたみたいだしまあいい、尋常な相手じゃねえんだろうが、まずはアニエスの解放、次に奪われたゲネシスだ。ちなみにシズナ、お前がエルメスに戦術指南をつけたのは分かったが、史上最強の戦力っていうなら他のやつも噛んでるんじゃねえのか。現状あの剣戦を除いて唯一お前に匹敵するかもしれねえあの男が。それってもしかして。なるほど、考えてみれば当然でしょうか。着いたね。それじゃ答え合わせといこうか。すごいです。こんな場所を作ってたなんて。それこそ宇宙空間で想定している脅威に対抗するための場所かしら。なるほど、各地の師団や飛行艦隊を演習の名目で備えさせてんのも同じってか。ええ、そしておそらくこの場所も含め我が社の全リソースを集中しているのも。こいつらは MK の武者型マシナリーの一種。それにミラベルさんや GM の人が使ってた動力ドローン。警告します、これより先は機密区画となります。問い合わせはマルドゥック総合警備保障まで。それでは強制排除を開始します。来るぞお前ら。適宜シャード展開を行うがいい。敵の群れは相当します。行きます、任せて。かかってきなさい。ありがとう。私の本気受け止めてちょうだいね。そのまま眠りなさい。グラウンデラランです。とどめ、行くわよ。強気に行きなさい。翼に導けた。
ライツオブアーケリア。どうせお願いレンさん。私の本気受け止めてちょうだいね。そのまま眠りなさい。グランデラランです。頼んだわボンさん。全力でいきましょう。暗き力よ青へと変える。うんうん、この様子じゃ MK の精鋭たちも来ていそうだね。ひょっとしなくてもさっき話に出た最強殿もかな。この施設の重要度を考えるとその可能性は否定できないかと。それとま、あの GM も含めて警戒しておいて損はねえだろ。 CID 方面はルネがいるのはまず確実だろうが。ええ、大統領がこちらに詰めているのならなおさらでしょう。他にいるとすれば別のハーキュリーズ部隊かアルファ部隊じゃなくても守りに入られたらかなり手こずるかもしれないわね。さっきの武者型やドローン同様新型マシナリーがいるかもしれない。どのくらいの広さかわからないけど改めて気合を入れないとね。そんじゃあ改めてとっ捕まった小娘を迎えに行くか。はい、アニエスさんが抱えているものを分かち合うためにも。うん、それは間違いなくお主らにしかなし得ぬことであろう。そうね、現在12時15分、発射まであまり時間はなさそうだけど。状況次第じゃそっちはスルーだ。まずは確実にアニエスを見つけ出すぞ。ああ、よし、ここからは制限なしだぜ。まだまだ精進あるのみよ。成長しました。敵の群れに注意して。うっと、気合を入れるわよ。さあ始めるか。広い空間だとは思ってたけど、これは想像以上かもしれないね。ええ、単なる危機管理施設というより超巨大なシェルターでもあるようです。その気になれば首都の人間を数万人は収容できちゃいそうね。なんでそんなにあんのか。いや、そもそも何に備えてって話だろ。どんなに広くても関係ありません。アニエスさんは絶対見つけてみせます。誰か探ればいい。お、宝箱だな。警備もなかなか手強いわね。発射予定時刻に間に合うかどうか。ってあれ、ザイゴンの時計じゃまだ数分も経ってないの。ああ、気のせいじゃなかったんだ。ここに入ってから時が遅くなってるんだ。はあ、なんだそりゃ。8つのゲネシスが大統領に取り上げられているって話だったな。その影響で何らかの力が働いているのか。ともあれ急ぐのは変わるまよ。
今の区画が L1 フロア、そしてこの先が L2 フロアみたいだね。一体どんだけ潜るのやら。気をつけろ。ステルス偽装して待ち伏せしてたわけ？速やかに制圧するぞ。ほんと楽しませてくれる場所だね。少しは極みに近づけたかね。楽しいかは置いておいて新たな境地で、ね、戦力がなければどうなっていたか。おや、剣の乙女殿もようやく私を認めてくれる気になったのかな。実力だけは前々から認めているけれどね。ダウン、こんなところでまで揉めんじゃねえ。気合を入れるわよ。やっぱり来たわね。あんたたちなら当然か。あんたらの立場はむしろ守備一貫しているだろう。いかに閣下の娘さんとはいえ、民間人を不当に軟禁している状況とあってはな。その意味で変わったのは私たち。帝国に潜入工作していた時の方がまだ筋は通っていたかもしれないわね。
それもあるけど、私たち兄弟はグラムハート大統領に借りがあるから、あの幻のクーデターで利用されながら不問にしてくれたという意味でも。敬愛はロックスミス閣下に捧げているとはいえ、借りは借り、すごい人だと認めざるを得ない。それ以前にきちんと接したら私欲で動いてはいないとも確信できた。だからロックスミス閣下の護衛はキリカ室長にお願いすることにしたわけだ。全力を持ってあなたたちを止めさせてもらう。私たちが正しいとは言わないわ。それは人や立場で変わるでしょうから。だが我々は公僕にして共和国軍人、そうである以上迷うことはない。民意で選ばれた最高権力者に従い、国家安全保障上の任務を全うするだけだ。ああ、徹底的に極地戦のイロハを叩き込まれたもんだよ。止めさせてもらうぞ、スプリガン。総員フォーメーションデルタ、速攻で蹴りをつけるわよ。イエスマム。はい、気合い、バックアップします。すまないね。了承しない。通しません。許さない。剣の力、さあ立ち向かいましょう。絶対のフォローいたします。お返しよ。状況開始。ハーキュリーズの神髄を見せるわよ。超えられるなら超えてみろ、スプリガン。望むところです。たとえお兄ちゃんの教えを受けた相手でも。しまいにしよう。サンダーアイスライダー。遠からぬ者はつくよになる。我が立場今日にそこだ。奥義霊月一閃。輝ける翼よ。ナイツオブアーケビア。終わりや。どうしたの。続いてシズナさん。遠からぬ者は救いようになる。我が立場今日にそこだ。奥義霊月一閃。ここまで来るだけはあるわね。譲れないものがあるのはこちらも同じ。負けないわ。息が乱れてるよ。大丈夫。そうよ。合わせるわ。容赦はしない。こっちだよ。炎よ、私に近いとどめです。イグニス、ランページ。まだだ。閣下と父さんに成長を示すためにも。気合は悪くね。だが、押し通るぜ。そう、お願い。炎のカモン。手伝うよ。援護するよ。行くぜ。
か。ルーズ、息が乱れてるの、大丈夫？手伝います。ではか、いや、それだけでは。あんたたちの勝ちだ。多分意志や覚悟のあり方もグラムハート閣下も尊敬しているが、あのあまりにも謎めいた計画は。CID においては金ケード補佐官だけでしょう。彼と縁があるあなたたちならば切り込める隙はあるかもしれない。この下の L3 フロア一角にあるレストエリアにいる。無事助け出したら閣下たちを正してみるといいでしょう。それでも使命に準ずる軍人にもいろいろあるんですね。手ごわかったが、こっちにだって譲れねえ筋はいくらでもあんだろ。ああ貫き通すぞ、裏解決屋としての筋をな。私も付き合わせてもらうわ、最後まで。群れてるね、片付けるかい。強敵ね、気合を入れるわよ。立派な宝箱ね。
この先が L3 最深部のようですね。またか、気をつけよ。ザイクレスに新型ドローンが2機。シャードキャンセルにも警戒しよう。難敵です、警戒しましょう。あの爆壁はまだまだ中枢区画へとつながっているみたいね。成長しました。大統領もあの先かな。ロックされているみたいだけど、なんとか。待った、私たちの目的はあくまでアニエスにおばあちゃんよ。ああ、一旦分けて考えるべきだろう。まずは別の場所から当たるぞ。このフロアのレストエリアであったか。気を引き締めて参るぞ。これはイクスアルバ級？どうしてこんなところに。気にはなるが動く気配はね。今は置いておくぞ。気合を入れるわ。敵の群れ相当しますか。そうだな、これは厄介な技術のオンパレードだ。はい、斬新の女兵士が使っていたプラズマキラーの足まで。所属する私ですら MK がここまでの技術を有していたとは。いや、
レストエリア、この先で間違いないみたいね。ここにアニエスさんとジュディスさんのタータが。でもこのフロアの警備状況を見る限り、誰が待ち受けてるのかなんとなく想像できそうかな。気を抜かずに参りましょう。